こちらのステージでお楽しみいただくのは八戸豊漁神楽です。毎年8月に行われます国の重要無形民族文化財八戸三社大祭の小亀神社の行列でも人気の豊漁神楽。八戸藩の守護神でありました小亀神社には藩内に散在していた山伏たちによって神楽が奉納されていました。小亀神社に伝わる山伏神楽を豊漁神楽といい、奉納された獅子頭は古いもので400年も前のものになります。八戸三社大祭でも行われる権現様の歯を打ち鳴らす一斉歯打ちの迫力は圧巻で、音によりその姿により見る人の心を払い清めます。それではよろしくお願いいたします。会場の皆様方をお祓いいたします。頭を少しお下げください。結構です。お直しください。ではこれより権現様によります一斉歯打ちをご覧に入れたいと思います。権現様より一斉八でございました。